ジェンマ・フリキウス、セブンティーンス、センチュリー・ウッドカット・バイ、イーデ・ブーロノイ・ゲンマ・フリシウスは、フリースランドの数学者、地図制作者、天文観測機器制作者である。地球儀の制作や、天文観測機器の改良によって知られる。リットメテカ・プラティカ・平成・リッシマ、1567、フリースランドの W、ドーキウムの貧しい家に生まれるが、ルーベン大学で医学を学び、 そこで医学を教えた。学生の頃から地球儀や天体観測機器を作る工房を作り、その製作する機器の精度はチコブラーエラに称賛された。1529年にペトラスはピアノスの地理書コスモグラフィアの改訂版を出版した。1533年にコスモグラフィア造法版を出版しその中に三角測量の方法を記述した。 天体観測機器として太陽高度を観測するクロススタッフやアストロラーベ、アストロノミカルリングなどを改良した。1530年には正確な時計を使えば軽度が求まることを示したが、この方法を実用化するための正確な時計が得られるのは200年後のジョン・ハリソンによってである。フリシウスは後に続くゲラルグス、メルカトル、ヨハネス・スタディウス、 ジョン・ディーラに影響を与えた。ありがとうございます。